こんにちは、つゆきです。皆さんは時間解放症という言葉を聞いたことがございますか？例えば、耳が詰まったり、耳の中で音がくぐもって聞こえたり、反響してしまったり、そういった症状が見られます。もしこういう症状が頻繁にあると、ストレスを感じてしまったり、不安になってしまったりしてしまいますよね。今日はそんな時間解放症についてお話ししていきたいと思います。時間解放症の症状。耳が詰まったり、音が反響して聞こえたり、耳に1枚フィルターがかかっているようにくぐもって聞こえてしまったり、例えば音が聞こえなかったり、こういった症状が見られます。東洋医学的に見た時間解放症、これは大きく分けて2つのタイプに分かれております。体の働きが低下して流れが詰まって起こるものと、耳そのものの働きが低下して起こるもの、この2つが見られます。まず、耳の働きが低下して詰まりやすくなっているタイプ。例えば、仕事が忙しくて体が休まらなかったり、眠りがしっかり取れなくて疲れが取れなかったり、ストレスがとても多かったり、そういった方に多く見られる傾向があります。このタイプで症状が出ている場合は、症状が一定しないことがあります。例えば、この時間帯は全然耳の詰まりはないのだけれども、この時間になると耳の詰まりを強く感じてしまったり、例えばストレスを感じると症状が強く出たり、こういったようなタイプも見られます。耳の働きそのものが低下しているタイプ。これは一言で言うと、生まれ持ったエネルギーがだんだん消耗されてかなり少なくなっている状態の方が多いです。これに当てはまる人として、ご年配の方や長く病にかかっていた方や、大きな病にかかった方で、手術をしていたりとか、過労が多い方、こういう方に見られる傾向があります。いずれのタイプも出る症状は似通ってきますが、やられている場所が浅いか深いかの違いがあります。東洋医学の世界観でいうと、耳というのはかなり深いところにあります。深いところで安定をしているので、本来であれば症状がたくさん出たり、他に左右されづらいところになります。ただ、実際その症状が出ている場合は、そこまで深く病が進んでいたり、エネルギーの消耗がかなり激しいというふうに捉えております。なので、耳の症状が長く出ている方はなかなか変化が出づらいので、そういった症状を見られる場合は早めに対処することをお勧めいたします。時間解放症に対してできるお家でのセルフケア。基本的に体の働きを高めて流れを良くしてあげること、これが重要になってきます。これを行うことで、できるだけ早く症状が改善できる期待ができます。時間解放症におすすめのセルフケア。1、生活習慣。これは、疲れをためないことというのがキーワードになってきますので、睡眠の質がとても重要になってきます。毎日できるだけ同じくらいの時間にベッドに入ってあげて、部屋を暗くして寝てあげてください。より寝やすい環境を作るために、お風呂に入った後、何もせずに携帯とかを見ずにすぐそのままベッドに入って寝ていただけると、より深い眠りをとることができます。時間解放症におすすめのセルフケア。2、お灸。時間解放症におすすめのお灸は2箇所あります。1、永風。このツボは耳の後ろにあります。ここは時間解放症でよく使うツボになります。耳の流れを良くしてくれるツボなので、ぜひこちら試してみてください。ただ、お家でお灸をするとき、ここ目で見えるところではないので、誰か他の人にやっていただいてください。2、ももの裏の内側。これはツボではございませんが、ここの硬さを取ることが耳の流れを良くすることにつながります。ももの内側の後ろのところ、触ってみると張ってるところがあると思うんですね。そこを押してちょっと痛みが出るようであれば、そこを緩めるようにお灸を置いてあげてください。時間解放症におすすめのセルフケア。3、食事。これはタイプ別で食事をとってあげてください。体の働きが弱くて流れが詰まりやすいタイプ、疲れが多いタイプはこちら。
かぼちゃと鶏肉ですね。こちらの食材どちらも体の働きをエネルギーを高めてくれる作用が期待できます。ぜひ取り入れてみてください。次に耳そのものの働きが低下しているタイプにおすすめの食材、こちらひじきや小豆や黒豆ですね。これらの食材に塩分、岩塩や海塩、塩を加えることでより働きを高めてくれる作用が期待できます。でこれどちらのタイプにしてもしっかり噛んであげて唾液と混ぜるように食事をとっていただくことが重要になってきます。これをやると耳を調節している腎というところを高める作用も期待できるので、ぜひ行ってみてください。耳管開放症におすすめのセルフケア、4、運動。軽く汗が出るぐらいの運動やヨガなど呼吸や自律神経を整える運動がおすすめです。余分な水分を流して水の調節、働きを良くしてあげましょう。お話しした通り運動はとてもおすすめなのですが、耳の症状がある方であまり激しくゼーハーゼーハーしてしまうぐらいまで運動してしまうと耳が一時的に詰まりやすいです。なので、そこまでは、運動しなくて大丈夫なので、できる限り取り入れてみてください。まとめとして、耳管開放の症状は耳が詰まったり音が反響してしまったりという症状が見られます。耳管開放症の起こりやすいタイプとして、体の働きが低下しやすく流れが詰まりやすい方だったり、耳の働きそのものが低下しているタイプが見られます。でこの症状が出てくる傾向としては、例えばご年配の方だったり、疲れが取れづらかったり過労が多かったり、そういった方に多く見られる傾向があります。お家でできる対処法としては、睡眠をしっかりとって疲れをとってあげる、呼吸をして体の働き流れを良くしてあげる、体の体質に合った食材をとってあげる、適度な運動をしてあげる、この4つですね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が分かりやすければ高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。